ディエさんおはようございます。そして動画をご覧の皆様。私がね、アベディエさんの動画を見たときに、再生数25になってましたんで、結構ね、あの、興味がある方いるんだなと思いました。25というと、エビナの LINE グループよりも多いじゃないですか。ということは、あかなりね、えー、こう、影響を出してきたのかなと思います。アビディエさん。はい。で、ここでね、まずはね、YouTube を作る上でのコツを皆さんにお伝えしようかと思います。えー、まずね、YouTube の動画を作るときは、乗っかるに限るんですよ。 乗っかるもの。で、毎日新作が出てくるようなネタに乗っかるっていうのが一つですよね。だから、あの、YouTuber さんって新聞とかテレビをよく見るんですよ。<laughs> 本当によく見るんですよ。で、新しいニュースがあったらそれに乗っかって、それに対しての寸評したりとかねうん、やるんですよね。で、もう一つはね、賛否両論の出やすいものに自分は YouTube をアップロードしていくってことです。政治、宗教、そしてお金。 こののつってのは賛否両論がむちゃくちゃゃく起きるんですよだからこの3つをネタにするとねアクセスは取りやすいですしアンチの方も何かモノモースしたいんですよね。うん、で本気で突っかかってくる人がいるほどに、えー、もうアクセスを稼げるものねだからアンチの方が呼べるようなねはっきりとした意見がいります。例えばあ今ねアベリエさんの動画ってすごく分かりやすいのは「自分は N 国党好きです」「久保さんに N, N 国党について前向きに考えてほしい」「出てほしい」 っていうふうにはっきりしてるでしょ。自分の考えがはっきりしていて、誰かに対して伝えるメッセージがはっきりしてるんですよ。だから分かりやすいんですよね。で、そこに、自分はこう考えていたんですっていうのはね、実例もあるんですよ。子供に対して、家庭に対して、教育に対して、こういうふうに考えてるんですってこと。ここもね、共感を呼びやすい。もしくは反感を買いやすいんですよ。これすごく大事なんですよ。共感と反感っていうのは、ワンセットで来るぐらい圧力があるものじゃないと意味がないんですよ。みんなが同調しやすいようなね。まあ、どっちもありますよね、とかね。 こういういいいに当たり障り障ののななももって最も支持されないんですの、まあ、ですんでもう常に、ね、発信っていうのは極端によることどっちか一方によることそしてそういう極端な発信ばかりではなくって、えー、実は自分もこうね右に左に悩んでたんですよとどっちにしようかなっていうふうにね揺れてる部分があるんですよというのは人間になる部分もね出していくことが大事かなと思います、えー、さらにね YouTube ネタのおコツなんですけども 今までお話した上にこれを、ね、演技でやるんじゃなくてさらに自分で興味があることをテーマにするといいですよね。N 国頭は自分がもともと興味があったといろんな動画を見てきた。 いろんなあ自分ののの体験とかあ周りの人の声もあったそういうのを総合してあ誰か N 国党に入って自分の気持ちを代弁してくれないだろうかおそっか塾の久保がおるやんみたいなねこんな流れになると動画ってすごく乗るのと動画を作るほどじゃないけどもそう思ってる人も見に来てくれるのといやいやいやちょっと久保さん N 国党とか言って気持ち悪いとかいかんとってみたいな人も見に来るっていうねそういうような効果を生むんですよ。うん、リエさんねね上手です、ね、はっっきり言って サムネイルの作り方はむちゃくちゃいいですね。あの、明るくって喋り方も笑顔だしね。それから爽やかなんですよ。着てるもんとか、ちょっとカラーも明るくっていいなと思いますし、背景もすごく爽やか。うん。これはね、あの、イ k コさんの動画にも通じるものがあって、イ k コさんなんてど,どっちかっつったら萌え系なんですよね。萌え萌えっとした感じですよね。もうなんかすごいアイドルさんみたいですよね。もうイクコさんとかね。いや、可愛らしいんですよ。で、ヒデさんは元気な、あの、すごく女の子って感じですよね。いや、若いっすね、やっぱり。まあ、実際若いんだけど、楽しいです。 好感度100%だと思いますんで、これからも、りっちゃんの動画楽しみにしております。そして、ね、N 国党のことはこれから私も、少しずつね、放送でいろんな考え方進めていこうかと思います。なんかね、すごいですね。今日も動画、N 国党から量産されていて、早速3本続けてみましたけどね、<laughs> ワクワクしますね。テレビ番組を見てるよ。っていうか、テレビなんか見てらんないですよ。これ面白くって。YouTube 最高ですね。それでは、あー、な,なん何しかね。既得権威をぶっ壊す <laughs>。失礼します。